はい、何回目だろう来たの一応挨拶だけね。いや久しぶり、久しぶりよしよし。はい、赤鬼さんどうもお疲れ様です。はい、キジさんどうもお疲れ様です。お父さん、お父さん、よし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 。おばあさん久しぶり。そして猿もね、よしよし。おばあさん、おばあさんいつも桃を持ってて、そしてね、お父さんはまたいますし、お猿さんもいますし、はいはい。桃太郎ちゃん久しぶりです。元気ですかね。すいません、毎回ながらやらさせてもらいますけど、ね、よーしよ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 し。はい、じゃあね、また夜来るのかな俺。そしてコロシアの目を持つというか、コロシアです。コロシアですね。相変わらずコロシアのこの鋭い目を持つチャンジーがね、怖いですね。危ないですよ、ね、はい。で、一番上結構人がいる。折れている、手が折れている。まあせっかくなんでね、酔っ払ってますけど、茶店でビール飲みたいと思います。おビールってなんだろうな。おビールと生ビールの差が分かんない。おビール、瓶ビールのことかな。おビール、季節外れのおでん、うまそう。ちくわ、ちくわだな。今回は久しぶりに夜にね、飯を炊いてみようと思います。まあ、飯を炊くこと自体久しぶりですし、しかも夜飯で炊くのも本当稀ですね、僕の場合。ご飯が食べたくなったんで、久しぶりに土鍋でご飯炊いてみたいと思います。さあ、久しぶりに夜ご飯炊きます。もうなんかちょっとね、1合炊いちゃいました。もう食べれるかな、ね、そして今日は夜飯に合うメニューを考えてますんで、へい、がっつり男飯っていうね、定食です、定食。ご飯のいい匂いがしてきました。なんかね、一人ですやん、久しぶりに。ツイッターとか LINE とかでいろいろと皆様とやり取りをしながら、それでも一人っていうのはね、久しぶりでなかなか楽しいです。
なかなか楽しいですね、はい、かと言いつつ一人もあれなんで、時にはねこうやってネット上で交流してみたりっていうね、そういう距離感が一人っていうのはねいいですね。ご飯もグツグツ行ってましたね、行ってきました。もうあとちょっとですね、はい、まあこれをね蒸らしてる間におかずを作りたいと思います。もう一回死んじゃうちゃうわ、新玉ねぎが美味しかったんでちょっともう一回使ってみようと思います。どうせなんでいっぱい入れちゃおうかね、残してもしゃあないですもんね。よく炒めよう。玉ねぎに絡めて、飯を、飯を開けます。お、いい感じ。間違いないぞ。これはいい感じだ。うわ。いいぞこれは、久しぶりにいいぞ。あ、おこげもあってうまそうだ。よし、よし、よし、もうこの最後のこのフィニッシュのこの時がフィニッシュの時でした。そして、見えるかな、たくあんの缶詰を妹からもらったんで、これも、当てにしたいと。おお、うまそうだこれ。これちょっと角度があるかな、これたくあんの缶詰。そしてこっちではもう出来上がってきた。出来上がってるというか、もういい感じになってきたぞ。うわ、さあ、忙しい、忙しい。さあ、うわ、ね、これ、うわ。そしてこの玉ねぎと、うわ、うわできた。完成です。食べたいと思います。ちょっと味噌汁がまだなんですけどね。食べたいと思います。ちょっと待った。もうね、肉がさ、いただきます。
うん、うまい、超うまい、超うまい。うん、このたくあんの缶詰、うん、まあこれは普通のたくあんですわ。ほら、中にこう油もしっかりついてますね。そうですよ、この油がないと美味しくないんです。夜も夜で酒場放浪記を見てます。そして俺もお酒飲んでます。酒杯を飲み進めていると目に飛び込んできた。それは巨大なレバー。これはレバーです。あ、すみません。じゃあいただきたいですね。これは牛の生レバー。ももちゃんまでにしよう。はい、じゃじゃん。夜の桃太郎。はい。夜の桃太郎。よし、やりますよ。はい、よしよしよし、よしよしよし、よしよし、よし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 、よしよしよし。はい、ということで、この上のお父さんは怖いんでやめておきます。はい、今11時ぐらいですね。ご飯も食べて、まあ飲んで、焚き火もして、ちょっとね、ツイキャスをしながら、桃太郎神社のよしよしをしてきまして、ぼっとしてます。はい、じゃあ今日はねこんな感じで締めたいと思います。そしてまた明日の朝、明日とかの昼ぐらいまでいようかなと思ってるんですけどね。はい、そんな感じで今日今夜は終わりたいと思います。おやすみなさい。こうやってねおやすみっていうのもね僕の動画では珍しいかもしれませんね。ではおやすみなさい。おはようございます。7時17分、ちょっと外は晴れてると思います。ああ、はい、おはようございます。2日目の朝も、日曜日の朝も晴れてますね。もっと夜露で濡れるかと思ったらそうでもなくて、カラッとしてる感じです。朝から続々と、多分デーなのかな、いっぱい人も見えてますし、みんなね朝飯食ってますね。僕も朝飯を、作りたいと思います。今ちょっとコーヒーを沸かしてます。そしてホットサンドをね作ろうかなと。一応ホットサンド選手権用の動画の一つとしてやりたいなと思ってます。ね、久しぶりのソロキャンプも無事終えました。日曜日の朝になって非常にたくさんの人が出てきてまして、もう込み込みですね。これからこういうね続くのかなと思います。それではまた。